どうも、土屋です。秀吉といえば一代で天下人となった英雄ですが、晩年は坂道を転げ落ちるようにダメになってきました。豊臣家は息子の秀頼の代で滅びるんですが、その原因を作ったのは誰やろう、秀吉です。まあ、一体彼が何をしたのか見ていきます。まず1590年、関東の北条氏を制圧します。その後奥州方面で伊達政宗の影がちらつく騒乱が多少あるものの、豊臣家の前に難なく潰されていきます。ここで秀吉は大きな失敗をします。徳川家康を関東に移したんですね。それまで家康は甲斐信濃と駿河、三河、遠江を持ってたんです。先祖代々の土地と本能寺の変から秀吉の関東制圧までの間に勝ち取った土地です。石高から言えば2倍以上なんでいいように思えますが、家康にとっては非常に困難なミッションでした。何しろ直近まで北条家が支配していた土地です。征服者として行くわけですから、下手をすれば一揆が頻発して、これを理由に秀吉によって小さな土地に移されるかもしれません。統治には細心の注意を要します。なので北条家の影響をもろに受けにくい江戸を中心地に設定します。当時の江戸は葦の生い茂る湿地帯で、城はあるものの荒れ果てていて、さすがの三河武士も並行したと言われています。しかし実際はそこまでひどくなかったようですが、いずれにせよ引き連れてきた旗本たちを居住させ、新たに城下町を作らないといけないので労力は途方もないわけです。秀吉は潜在的なライバルである家康の力を削ぐために関東に移したと言われていますが、家康の方が一枚上手で、開発しないといけないとかなんとか言って後で問題になる朝鮮出兵を逃れたり、労役を逃れたりしています。それに誤算だったのは、家康が城下町の作成が実は好きだったということですね。それに散逸していた吾妻鏡を集めてきて、それを参考に東北関東で力を蓄えていくことになります。後での発展を考えると特に違和感ないんですが、当時の関東はクソ田舎で、意識としては京都大阪が中心地です。そんな田舎に飛ばされて、腐らずに埋め立てたり地形を変えたりしてとんでもない努力をするなんて誰も思わなかったんですね。次に大きなやらかしは文禄の役です。これはいわゆる朝鮮出兵です。なんで秀吉がこれをやろうとしたのか全くわかんないですけど、いくつか理由はあります。そもそも関東平定の前から明の制圧は考えていたみたいです。秀吉の構想は明の制圧というよりも、明にある港湾都市を奪取してスペイン、ポルトガルに負けない海洋国家を考えていたと言われています。まあ、そのため明から貿易都市を奪わないといけないんですが、当時の航海技術では直接海洋に出れませんでした。なので通り道として朝鮮半島をまず制圧しようと思っていたんですね。みんな秀吉が明を制圧する計画は知ってましたけど、本人も手紙や公式にアナウンスしてるんですが、誰もマジでやるなんて思っていなかった節もあります。いつもの大元祖語だと思っていたのかもしれません。ですが国内の土地はもう分け与えることはできないんです。豊臣政権としては今まで天下を取るために大盤振る舞いをしてきたわけで、豊臣家自身の土地は実は石高で言えば徳川家より小さいです。だから活路を貿易交易に見出したとしても何ら不思議ではありません。それに朝鮮や明を制圧できれば、新たに土地が創出され、交易路も開ければ経済的に圧倒的になれると踏んだんです。所詮こそ進撃して王力庫付近まで進出することができました。ほぼ全土を駆け上ったと言ってもいいでしょう。ところが朝鮮王朝の宗主国である明が援軍としてやってきます。明は当時最強の国で GDP も圧倒的な大国でした。日本は日本で長い間内戦していて、鉄砲の量も世界一で、練度の高い兵隊たちがたくさんいるわけで、明といい勝負をします。ところが明も日本も戦線が膠着します。理由は平坦です。両者ともに兵糧が尽きるんですね。両者ともに好戦論者がいますが、冷静な者たちは両者が結託して和平に動き始めます。ところが、この講和条約はかなりうさんくさいものでした。明側では総王将らが共謀し、部下を皇帝からの勅使に偽装して日本に派遣することにしました。一方、日本の秀吉にはこの勅使は詫び事を伝えるものだと報告されています。これを受けて秀吉は明の皇女を天皇の妃として送ること、朝鮮8度のうち南の4度を日本に割譲し、他の指導及び官庁を朝鮮に返還すること、海禁政策をしていた明に官合貿易を復活させることなど要求します。担当していた石田小西らは本国に書き直して報告すればいいとして北京に使いを送ります。明の担当者は秀吉の降伏を示す文書が必要だと主張します。小西行長は関白下るの表を偽作します。つまり秀吉は明降伏という報告を受け、明王朝は日本降伏という報告を受けていたことになります。これは時間の経過とともに双方の決裁者にバレます。これが2回目の出兵につながっていくことになります。この朝鮮出兵と前後して、秀吉のブレーンだった千利休が切腹に追い込まれます。そもそも千利休が何やってたのかということなんですけど、彼は秀吉の弟の秀長と双璧をなすブレーンで、秀吉の相談相手でした。
公儀のことは秀長に、内々のことは利休にという感じです。この当時茶の湯は政治利用されていました。もともとこれを政治利用し始めたのは織田信長ですが、秀吉もこれを継承します。各界に茶の湯の弟子として利休の弟子たちがいて、朝廷工作から商人への圧力、はたまた密室で行われる政治的談義や諜報活動と、秀吉が天下を駆け上る間に利休の人脈や情報力を使い倒します。ただこれは秀吉が天下を握ると急に邪魔になってくるんですね。茶聖とされていた千利休を頂点とする貢献力とはまた別の秩序が生まれていたんです。そして政治利用していた結果、これが一定の政治的圧力となって秀吉に挑戦するように見えたんですね。また秀吉政権が形成されていく中で、実際に政権を運営するのは官僚化された武士たちです。石田三成をはじめとする内務官僚は、その秩序の枠外に存在する千利休が邪魔でしょうがないんです。意思決定が秀吉である以上、その意思決定に対して三成たちを通して決定事項があってほしいのに、千利休が介在すると権力の行使を阻害すると考えたんでしょうね。弟の秀長は病気であっさり死んじゃいましたから、千利休を始末すればいいと考えたわけです。そして千利休と秀吉の間の方向性のズレも決定的になっていきます。そもそも千利休は朝鮮出兵に反対であったそうです。利休が朝鮮出兵に反対したのは豊臣家の行く末を思ってのことでしょうが、秀吉は激怒したと言われています。そうしたことが重なって、千利休は理由らしい理由がなく切腹を命じられます。この利休切腹は秀吉にとって大きな失敗でした。何しろ秀吉に関係する人がいなくなるわけです。弟の秀長がその役割を担っていたこともありましたが、彼は病死してしまいます。双璧を成していた利休は、豊臣家のためにあえて耳に入れたくないことを伝えていたわけですが、もはや秀吉にとって利休の利用価値はないわけで、あっさりと殺してしまいます。還元する人、忠告する人を亡くした秀吉は、その意を受けた官僚集団によって思い立ったことがすぐに実行できる状態になってしまいました。その次の大失敗が、甥の秀次を切腹させてしまったことです。秀次は秀吉の数少ない親族で、彼の一族の中では比較的有能まともな人物です。秀吉の長男である鶴松はすぐに死んじゃったんで、この先子供ができることはなかろうと悲観した秀吉によって、関白の位と豊臣家の家督を譲られます。秀次はその役割をそつなくこなしていたんですが、秀吉に嫡子秀頼が誕生してから様子がおかしくなります。そんな中、突然秀次に謀反の疑いが持ち上がります。その前段階で、日本の4分の3を与えるから残りを秀頼に譲れとか、秀次の娘と秀頼を婚姻させよとか言ってるんで、秀吉は秀次に関白を譲り渡したことを後悔していたのかもしれません。要は自分が死んだ後に残された秀頼が秀次によって始末されるかもしれない、あるいは迫害されるかもしれないと思ったのかもしれません。当時から謀反の疑いという風説に人々は首をかしげたそうですが、高野山に追放され、そこで切腹という状況になりました。出家した者をかつ関白までなった人物を切腹させたばかりか、教主するわけですから、社会的な動揺はかなりありました。それだけではありません。妻子をはじめ一族六党までもことごとく処刑され、その処刑の様子は凄惨極まりない形で公開されました。秀次の痕跡すら消し去ろうというような苛烈な仕置きは、秀吉の残虐性を世の人に知らしめるには十分だったんです。この影響は間接的に豊臣家の命運を縮める結果になりました。何しろこれで成人して戦場や政治の経験をしたことがある人物が秀吉の縁者として一人もいなくなっちゃったんですね。さらに関係者大名で連座した人も多く、秀次の処罰は豊臣家家臣団の混乱にも大きく影響しました。悲惨なのは、まだ輿入れ前にもかかわらず処刑された駒姫です。これは最上義満の娘です。この件で最上義満は豊臣家との距離を置き始めます。細川忠興も秀次に金を借りたことで難癖つけられて危うかったところを家康に助けられます。秀次は関白で豊臣家の当主だったんで、秀吉から付き従っていた家臣団がついてました。これがこの事件をきっかけに崩壊します。つまり時代を支える家臣団もろとも消え去っちゃったんですね。またこの秀次事件に関連した妻子の処刑は民心を失うきっかけになりました。彼の妻子ら三十数名を彼の首と対面後に処刑し、死体を塚に埋めさせたんです。武士の世界において切腹した者の首を晒すことはありえませんし、関白という行為にあった者を晒す行為に賛同していた者もいませんでした。その上、秀次が生きていた痕跡を消し去っています。近江八幡の領主だった時に築城した近江八幡城を破却したりしているんですね。もし仮にこの後秀頼が成人せずに亡くなった場合、豊臣家の血を引く男子に後を継がせることができなくなり、後継者問題が再び起こります。このことを勘定に入れてなかったとしたら、秀吉は相当おかしくなってしまったと思われます。最後のやらかしは慶長の役です。2度目の朝鮮出兵です。今回の目的は朝鮮の完全な制圧です。
なので制圧したところに城塞を築いて恒久的に領土化しようと計画を実行します。この結果、明軍と消耗戦を繰り広げることになります。局地戦では一進一退が続き、それでも明の大軍を籠城戦で打ち破り、いくつかの戦闘で圧勝するようになります。そういう最中で秀吉が死去します。幼児の豊臣秀頼が後を継いだ豊臣政権では、大名間の権力をめぐる対立が顕在化し、政治状況が不穏なものになっていました。もはや対外戦争などしている場合ではありません。なので即時撤収を中央は決めます。結局のところ何にも得ることがなく、将兵たちは帰還する羽目になりました。この結果、散々なもので出兵した大名の摩耗はとんでもない状況でした。何しろ得るものはないけれど、戦費や兵、それに自国の荒れた土地など失うものばかりだったんですね。さらに彼らが留守中に石田三成らが検地をしていて、その財政状況などをつぶさに調べていたため、外政していた将兵と決定的な亀裂が生まれます。特に豊臣子外の大名たちの亀裂はどうにもならない状況でした。朝鮮出兵の論功行賞だけではなく、その戦いぐるみを軍官として秀吉に三成を通して報告が入っていて、ある者は不当な扱いを受け、ある者は蹟躙させられたりしていました。表立って秀吉を悪く言うわけにはいかないんで、全部三成のせいってことになり、深刻な内部対立を生むことになります。これを家康はうまいことつけ込むんですね。まだ結果として明を制圧できないばかりか、朝鮮も制圧できず、豊臣政権に対する求心力は一気になくなります。何しろ当事者で独裁者だった秀吉が体制を揺るがせたまま死んでしまい、挙句に後を継ぐのは幼児です。初代目はこの後豊臣政権がどうなるか火を見るよりも明らかだったでしょう。秀吉は若い頃は陽気なキャラクターで前のめりに突き進んでいた人物です。増票から天下人まで駆け上がったんですから、常人ではないんです。ですがその反面、残虐性や恣意性を内に秘めていた人物でもあったようです。武士階級での常識や情動を破った戦略が鳥取城の包囲戦などに現れるように、織田の家臣の時から垣間見えますが、それが天下を取ってしまってから価値観の違う世界の中で、どう自分と豊臣家を支えていくか、焦りやストレスがかなりあったんじゃないでしょうか。増票から天下人というルートは運だけではなく、常識外れの天才でないと無理です。故に周囲がバカに見えたんでしょう。それだけならいいんですが、自分の作り上げた世界に対する理解をしてもらったり、あるいはその世界を時代に受け継げないといけないという時に、周囲を見渡してみれば頼りになる一族は皆無で、そして周りは武士世界の常識で、自分を引きずり下ろそうとして企んでいる連中ばかりとなれば、天下を取ってからも心休まる時などなかったでしょう。年齢を重ねるたびにタイムリミットが迫ってくる感覚が秀吉を襲ってきたんじゃないでしょうか。なので自分が受けるうちにやれることは全部やっておこうと思っての暴挙だったのかもしれません。